みんな僕の悩みを聞いてくれませんか。僕さ、今年から毎週木曜日はメンテ待機をみんなと一緒にして、メンテ明けをみんなで盛り上がりたいなと思って木曜日午後全部開けてるんですよ。で、開け始めたらまさかのコナミさん毎回メンテ早く終わるんですけど、え、これもしかして僕いじめられてる？皆さんどうもこんにちは、いかくです。本日は1月26日木曜日、新しいガチャイベやってもらいましたので、この動画一本で終わらせていきたいなと思います。この動画見ていただければ今週の更新内容すべてわかるようになってますので、ぜひ最後まで見ていただいて、いいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。もうすぐ54万人、ついに未知の領域が見えてきました。55万人いったらみんなでパーティーしましょう。ということで早速更新内容を見ていきたいなと思うんですけど、まずはライブアップデートいい選手見ていきましょうか。こちらのスタンダード選手リストからライブアップデート AB で絞っていただければライブアップでいい選手が見られるんですけど、今週はこんな感じになります。いや、まずクルトワでしょ。B になってクルトワ。クルトワの B はリアルにありがたいっすね。まあ、あとはアリソンなんかもガチスカゴールキーパー候補ですし、ホーランド、やばいね。スーパーサブホーランドが毎回調子よく出てくるのはなかなかにエグいんじゃないかなって思いますね。まあ、他で言うと、うわ、ロドリもなんだ。ロドリも今週 A だ。先週に続きライブアップデート A になりますので、まあ、アンカーで使うもよし、センターバックで使うもよし、ロドリやっぱ最高ですね。まあ、この一覧もそうですし、自分のスカッドの画面でもライブアップデートいい選手確認できますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。で、今週のイベントに関しては、まあ、いつも通りって感じですね。この一番左のイベントやっていただければ週間 FP 無料で1回引けますので、ぜひ皆さんこちらは必ずやっておきましょう。で、ここからがですね、新しいガチャのお話になるんですけど、まずはエピックガチャ、今週はバルセロナとなりました。あれ、皆さん今週月曜日の僕の動画覚えてますか？まあ、やっぱりね、ビエラは最後まで残されそうな気がしますので、そうなると1月26日にバルセロナ、ここが濃厚ですかね。この予想で行かせてください。そうなんです、またも予想ぶち当ててしまいました。このまま1ヶ月間全て予想成功の可能性ありますので、よく当てたよって方は高評価しておいてください。で、今週はですね、バルセロナエピックからビッグタイムストイチコフ、エピックフェレール、エピックグアルディオラ、この3名となりました。いや、てか僕ずっと思ってたこと1個言っていいですか。あのクロアチアのグバルディオルっているじゃないですか。グバルディオルとグアルディオラめちゃめちゃ混ざって、グバルディオラってなったりとかグアルディオルってなったりとか、めちゃめちゃ頭の中こんがらがっちゃうんですよね。これって僕だけですか？まあまあまあ、それは置いといて、簡単にですね、能力見ていくと、ストイチコフは結構優秀そうですよね。前目のポジション全部できるチャンスメーカーで、初期能力も結構高くて、レベル上限29としっかり育ちますので、まあライバルは多そうですけど、安定して強いチャンスメーカーにはなりそうですね。で、グアルディオラに関しては、まあウイレ時代からそこそこって感じなんですよね。まあバランスいいプレイメーカーで、まあこの中だとちょっと優先度は下がるのかなって印象ですね。で、僕の中で結構やばいんじゃないかなって思ってるのがこのフェレールなんですよね。レベル上限見て50なんですよ。50って星2のなんか若手ぐらいのレベル上限ありますからね。これだけ育成できてこの能力値はなかなかにえぐいことになるんじゃないかなって思ってますね。まあ、改めてレベマもね、見ていきたいなと思うんですけど、初見だとこのフェレールなかなかにえぐいんじゃないかなって思ってますね。まあ、とはいえ今週のガチャはスルー濃厚ですかね。ちょっとリスキーなガチャだし、今後ですね、バステンやビエラも控えてますので、今週は無理するガチャではないと思います。今晩生放送でみんなの分も全員引きますので、ぜひ皆さん夜のガチャ生配信でお会いしましょう。22時半ぐらい。さあ、そしてこっからがですね、週間 FP になるんですけど、ごめん、もうにやけちゃってますわ。三笘さん来てくれました。いや、同点の試合だったのでさすがに週間厳しいかなって思ったんですけど、そこからしっかりと来てくれました。しかも今回コントロール株持ちで特殊ダブルタッチもできますので、もうスキルに関しては言うことなしの優秀さなんじゃないかなって思ってますね。まあインサイドレシーバーになったのがちょっと気になりますけど、まああのプレーだったら当然の変更だと思いますし、まあまあまあ日本人としては最高レベルのあたりですよね。まああとはやっぱりこのトニクロース、いやー来ちゃいましたよ。トニークロースにスーパーサブ、もうこれ鬼に金棒、新垣結衣にセーラー服ですよ。まあシンプルな能力だけで言えば、やっぱりこのトニークロスが一番当たりになってきそうですよね。まあホーランドも能力的には結構強いんですけど、ボックス
スストライカーになってますので、さすがにラインブレーカーの方が使い勝手はいいんじゃないかなと思ってますね。他にもですね、比較 FC でおなじみのボーエンだったりとか、ヨナスウィンドウなんかも結構いい感じの能力してますし、スーパーサブエンケティア、注目の選手はこの辺りになってくるのかなと思いますね。あとそうだ、このバニャ・ミリンコビッチサビッチ、この選手ミリンコビッチサビッチの弟なんですよ。しかも202センチ、これちょっと気になりますよね。ということで最後にですね、無課金目線の優先度で言うと、今週はスルー濃厚ですかね。三笘さんが来てくれたのは何よりも最高ですけど、全体的なところを見るとちょっと渋めなラインナップにはなってるのかなとは思ってますね。一応ですね、明日レベマ比較も出していきますので、無料分だけは引いていただいて、追加で追うかどうかはレベマ比較も見ながら判断してみてください。ということでここからはガチャいきましょうか。実写まで3、2、1、バーン。ということでやっていきましょうか。本日も3回分引いていきましょう。ちなみに国別の対応表こんな感じになります。やっぱイングランド落としたいかな。正直ですね、イングランド落とせれば誰が当たってもいいかなってところであるんですけど、狙いとしてはクロース、三笘、ボーエン、この3人で行ってみたいなと思います。さあやっていきましょうか。ちなみにですね、無料分1回に関しては生放送で引いていきますので、そこもぜひ楽しみにしていてください。さあ1回目、頼むよ、プレミアリーグ落としてほしいね。プレミアリーグ落とせば4分の1で三笘さん当たりますし、ホーランドでもいいかなってところ。さあどうだ、ほえー、ポルトガルリーグ、ポルトガルリーグの星4。ちょっと、いやこれが今週の習慣ですよ。やっぱりね、結構厳しい道のり、当たりの選手はいますけど、こういうこともある人生みたいなもんですね。ジョアン・マリオさん、ありがとうございます。さあジョアン・マリオさんの能力は攻撃的サイドバックで、失礼します。さあ2回目いきましょう。てかさ、僕なんだかんだ最近ガチャ運めちゃめちゃ上がってきてるの皆さんお気づきでしょうか。先週のですね、ギブス・ホワイトも引けたし、さらに今週キエーザも当てられてる。リーガ・エスパニョーラ、クロスじゃない、待ってクロスじゃない、待ってクロス確定じゃない、はい来たー、来るー、クロス確定。てかラリーが落ちたらクロス確定だ。お、来ちゃった来ちゃった、マジか。もう手広げちゃう、もう手広げちゃう。そうだ、さっき自分で見せたのにラリーが落ちたらクロース確定なの忘れてたわ。ちょっと最近マジでガチャ運上がってきてもうてます。いやー、さすがに当てんのクロース。さあラストいきましょうか。もうクロース当てられたら十分みたいなところはありますけど、でもせっかくなら三笘さん欲しいよな。いやだってここで当てたらさ、僕のいとこで小学6年生のね可愛いとこがいるんですけど、あの時の三笘さんだぜって自慢できるから、もうそれも含めて当てておきたい。さあ行きましょう、ラスト頼むよ。イングランドリーグ、イングランドリーグ4人いるんだから落ちても全然おかしくない。さあ最後行きましょう、気持ちよく終わるために、終わりよければ全てよし、頼むよ。イングランド来た、嘘、来た来た来た、マジある、ある、エンケティア、エンケティアはね、でも結構嬉しいわ。おお、ありがとうございます。この前の試合もね、しっかりと生放送で観戦してましたから、あの試合のエンケティアすごかったわ。よーし、ありがとうございます。三笘さんは当たらなかったですけど、でもエンケティア嬉しいですね。ありがとうございます。はい、ということで今回の動画以上で終了していきたいなと思います。やっぱりね、さっきも言った通りリスキーなガチャではありますので、無料分は絶対に引いていただきたいんですけど、そっから先は僕は保証しない、これだけはお伝えしておきたいなと思ってますね。ただエンケティアとクロースで僕は当てることができましたので、この2人は動画とかで使えたら使っていきたいなと思ってますね。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、みんないつもありがとうね。